この後は今日2日目のハイライトです。男子シングルショートプログラムをご覧いただくことにいたしますが、すでに第3グループまで演技が終わっております。日本の竹内がすでに第1グループで演技を終わっておりますので、まず VTR でその竹内の演技をご覧いただくことにいたしましょう。予選のフリーの演技が不本意だっただけに、このショートプログラムにかける決意はかなり並々なるものがあるのではないかと思いますが、ショートプログラムムソルグスキーのハゲ山の一夜で演技が始まります。8つのエレメントをこなしますショートプログラム。やはり最初のコンビネーションジャンプがかなり大きな影響を占めてますね。3回転3回転のコンビネーションを予定しています。トーループ決まりました。よかったですね。はい、次ですね、これを決めてもらいたいです。トリプルアクセルを予定してるんですが、はい、高いジャンプが飛べるかどうか。3回転のアクセル、2回転になって転倒です。ちょっと回転が足りなかったですね。はい、これは残念です。これが3つ目のエレメントになります。フライングスピン、これはサーキュラーステップシークエンスを実施してますね。はい、リンクのちょうど中央のところを丸く円を描くようにステップを踏んでいきます。そうですね、音楽もよく捉えていいかと思いますが、はい、はい、スピードもあって良かったですね。はい、3つのジャンプはトリプルフリップでしたが、ステップアウトしてしまいましたので、コンマ3で引かれてしまうんですよね。うん、ちょっと厳しいですね。ちょっと大きなミスが出ましたね。これは足を左右入れ替えてのスピンです。はい、足返し、これは6回6回回らなくちゃいけないっていうルールになってるんですよ。はい、ちゃんと回ってました。ストレートラインステップシークエンスです。はい、先ほどはサーキュラー、丸く円を描くステップでしたが、今度はストレートにリンクを使います。はい、そうですね、これは良かったと思いますよ。はい、最後のスピンコンビネーションです。2分40秒の演技時間、エンディングはコンビネーションスピンで終わりました。2つのジャンプの大きなミスがありまして、得点はやはり伸びません。はい、3.7 から 4.1、4.2 というところのポイントに抑えられてしまいました。ステップ自体は良かったんですが、そうですね、これで第1グループ6人終わったところで3位という現在のところの竹内の順位です。竹内の演技、2つのジャンプ、これはちょっと響きましたね。そうですね、トリプルアクセルと、はい、コネクティングステップからのフリップで両方で 0.7 分引かれてしまいますので、はい、ちょっとやっぱりジャンプが絡めになってましたので難しいですね。そうですね、はい、他のことは良かったんですがね、ファーストマークが 3.7 という点が出てしまいましたから、ね、かなり厳しいですね。はい、これまで18人滑り終わった中で15位ということですから、はい、下に3人しかいませんの で、 そうです、ね、これでファイナルへ進むのはちょっと厳しい状態になりましたね。はい、さあ、それではこの後第4グループの演技をご覧いただくことにいたしましょう。ワングループ6人ずつのグルーピングになっておりますが、第4グループの最初の登場はカナダのバトルです。これが通算で19人目の演技者ということになります。19歳、予選の B 組で4位という成績でこのショートプログラムにやってまいりました。映画ラストエンペラーのサウンドトラックを使います。やはり最初に3回転3回転のコンビネーションジャンプ、ジャンプコンビネーションを入れていますが、そうですね、はい、これが一つのキーになろうかと思います。そうですね、
これは彼は硬いと思うんですけども、はい、トリプルフリップトリプルトーコンビネーション、はい、綺麗に決まりましたね。トリプルトリプルのコンビネーションでスタートしました。カナダの19歳ジェフリー・バトル。次ですね、トリプルアクセルが入ってますね。そうですね、降りました。会場からちょっと黄色い声が飛んでいますが、はい、とても人気のある選手ですよね、カナダの若手です。フライングシットスピン、スピン系統のエレメンツも3つ入れなければいけません。はい、そうですね。ステップシークエンスは2つです、はい、これはストレートラインステップシークエンス、はい、音楽によく調和した良い動きですね。コネクティングステップから直ちに飛ぶトリプルルッツです、はい、よくできましたね。よく高さも良かったと思いますよ、はい、状態をよくひねって綺麗なキャメルスピンです。シットシットでもいいんですが、キャメルキャメルの方が難しいので高度になりますね。より点数を稼げるスピンになると思います、はい、いわゆる評価の基礎点が高くなるわけですね、はい、そうですね。スピンコンビネーション、はい、キャメルからアップライトと素敵な形ですね、はい、足換えがありますね。でシットスピンですね、アップライトで回ってとかですね、はい、6回6回回らなくちゃいけない、はい、12回、はい、で最後にこのサーキュラーステップシークエンス、ジャンプ系統3つ、スピン系統3つ、そしてこれが最後のステップのエレメンツです。はい、ノーミステイクで滑りました。そうですね、はい、ショートプログラムの演技でした、はい、あ、嬉しそうです。すごい人気ですね、はい、ご覧のようにスタンドからたくさんの花束プレゼントが投げ込まれていますが、ご覧のような数です。これは今までで最高ですね。そうですね、今日は午後から若い女性のファンを含めてたくさんスタンドに入っていますが、たくさんのプレゼントが投げ込まれています。それほどいい出来でした、はい、スローモーションでご覧いただきましょう。そうですね、これは最初のコンビネーションジャンプ、ジャンプコンビネーションでトリプルフリップですね、はい、とトリプルトーループジャンプです。はい、完璧ですね、はい、よかったと思います。飛びの姿勢も降りる姿勢もしっかりしていました、はい、これが2つ目のジャンプのエレメンツ。これはもう1回さっきの、はい、コンビネーションジャンプ、そうですね、はい、トリプルフリップトリプルトーループコンビネーションですね、はい、これがトリプルアクセルです。はい、1回2回3回半ですね、うん、はい、ウォームアップの時はちょっとつまずいてたんですが、よく決まりましたね、はいはい、これはスピンコンビネーションですね。ユニークな形で速くなってますね。ピボットもなかなかしっかりしていますし、はい、そうですね、はい、回転のスピードも十分ありました、はい、それから音楽をうまく利用してプログラムも素敵な構成でしたよね、感情もよく込めて滑ってるんで、はい、よかったと思いますよ。いや、非常にこの表情からも伺えるように素晴らしいショートプログラムの演技でした。得点が出ました、うん、一番ジャッジが 5.1 がありますが、 5.6 なんですね、はい、5.1 はちょっと低いんですが、これみんなに低いんですね、このジャッジはね、はい、だから仕方がないかなと思いますが、 5.6 という点が出ました。あ、全員、あ、8人が1位点をつけました。そうですね、一番右の9番ジャッジがちょっと厳しい点が出ましたけれども、これで通算で19人滑り終わった中で、カナダの19歳のジェフリー・バトルがトップに立っています。
大会2日目男子シングルのショートプログラムをご覧いただいています。マシュー・サボイさん、アメリカ。すでに第4グループの演技が始まっております。これもアメリカの若手と言っていいんでしょうか。21歳です。フライングスピンですね、はい、珍しいですね。フライングスピンから入る。そうですね、大体ジャンプ系統から入りますが、はい、このサボイはフライングスピンから入りました。綺麗なフライングキャメルだったと思いますよ。トリプルアクセルです。はい、高いトリプルアクセルですよね。よかったです。トリプルフリップ、トリプルとコンビネーションです。流れが あってよかったですね。サーキュラーステップシーケンスをしてます。はい、としててしゃがんでてよかったと思います。はい、これは非常に姿勢の低いシットスピンです。そうですね。ステップからのジャンプ。トリプルルッツでしたがもったいなかったですね。彼としては珍しいですね。あまり失敗しないですね、はい、この転倒はちょっと予想できませんでした。勢いのある滑りを見せましたアメリカのサボイ。そうでしたね。ルッツのコネクティングステップからのルッツの転倒だけが惜しまれますね、はい、空中姿勢から見ると転倒するような感じではなかったんですが、はいはい、なんか引っかかったのかなっていう感じですね、はい、スローが出てくるんで見てみましょうかね、はい、このジャンプの失敗転倒はちょっと惜しまれますね。そうですね、はい、彼は4回転をしない分のなるべくミスのないようにしてやられて、これは綺麗なトリプルアクセルでしたよね、うん、これはコンビネジャンプコンビネーションですね。トリプルフリップトリプルトーですね。とっても安定してる、はい、ね、いいジャンプでした。これですね、ここですね。トリプルフリップ降りたと思ったんですが、ちょっとエッジが倒れましたね。はい、体だけが回りすぎちゃった感じでしたね。降りてからチェックがなかったみたいですね、はい、もう少しチェックして降りた方が良かったかもしれませんね。右に残ってられたと思うんですが、はい、左の方行っちゃいましたよね。このシットスピン、コンビネーションですね。はい、スピンコンビネーションをいろいろ工夫されて、はい、速さもありましたし、はい、このあたりもなかなか、はい、ユニークですよね、はい、形を工夫してますね、はい、で最後もよく回ってたんですけど、かなり芸術点というか、うん、セカンド点もプレゼンテーションも上がるようなスケーターになってきたと思うんですがね、はい、さあ最初のちょっとね、残念ですね。リクワイアードエレメントファーストマークがどのくらいになりますか。かなり大きなジャンプの失敗で減点があります。
ちょっと表情も浮かない、まあ、致し方ないところですが、アメリカのサボイの得点が出ました。4点台がやはり入っていますね、はい、4.8 が2人、最高が 5.1 と、あ、 4.7 が最低ですか、4.7 から 5.1 が1人しかいませんね。セカンドマークの方はもう少し上がると思います。もう少し上がると思うんですよね、はい、あ、上がりました、はい、最高 5.6 が出ていますので、返す返すもあのジャンプの失敗が惜しまれます ね、 そうですね。現在のところ6位です、アメリカのサボイ。5つのグループに分かれてこの男子のショートプログラムが行われております。30人がこのショートプログラムを終わりまして、そのうちの24人がファイナルに進むことになっております。フランスの若手が出てまいりました。ご覧のように17歳、そうですね、ダンス期待の星ですよね。そうですね、はい、はい、使います曲はアメリカン、失礼、メキシカンハットですね、はい、はい、失礼しました。この人も4回転を入れたコンビネーションジャンプでエレメントをスタートします。2回転、2回転と2回転とですね、はい、でもいいコンビネーションでしたよ、はい、最初のファーストジャンプが非常に綺麗でしたね、はい、サーキュラーステップシークエンスです。若いのでちょっとあの荒いかもしれないが、しっかりした滑りですよね。降りてダブルスルーしてしまいます、はい、減点にはならないんですが、はい、の基礎点から少し引かれることになると思います。速いスピードですね。足を変えての引っ越し、はい、です、はい、よく回りました。いう動きですね。そうですね、まだ若い、どうやってか、これはフライングミスでよく回ってますね。あ、このステップはなかなか勢いがあります。そうですね、はい、音楽によくマッチしてますよね。圧力があると思います。このスピンステップからのトリプルフリップですが、よく上がってましたね。これが最後の8つ目のエレメント、スピンコンビネーションです。早、はい、いですね。いや、さすがに17歳、何かこう弾き出るような正気を感じますね。そうですね、はい、早かったですよね。それと、ごめんなさい、あのトリプルアクセルの後のダブルスリーがちょっともったいないかなって感じですね、ここまでやれるとね、はい、ソルトレークオリンピックでは14位でしたが、今年の今シーズンのヨーロッパ選手権で3位。そうですね、この時にも若手、フランスの期待の星と言われたんですね。そうですね、ソルトレークはちょっと調子が悪かったみたいで、ジャンプのミスが多かったんですよ。そうですか、はい、はい、でも今回は頑張りましたよね、とても良かったと思いますよ。予選の B 組であの中国の李成功と一緒に滑ったんですが、はいはい、李成功よりも上に判定したジャッジが2人もいましたから。そうですね、はい、今4回転のトーとダブルトーのコンビネーション、はい、最初の4回転はとっても高くて良かったですよね、はい、これはダブル、あ、トリプルアクセルです。3
再半回ってたんですけど、ちょっとフリーグ引くのが遅れてダブルスリーになってしまいましたが、はい、ちょっともったいなかったですね。そうですね、はい、ミスといえばこの一つぐらいですかね。そうですね、はい、これはコネクあ、まあ、ストレートラインステップシークエンスですね、はいはい、明るい感じで良かったですよね、何か本当にね弾けるような若さが出てましたね、このあたりもアメリカのサボイと同じようにスピンのこう形状といいますかね、はい、とっても工夫されて、はい、速いですよね彼はピッチングね、スピンが速いですね、はい、からしっかりしたスケーティングもすごくしっかりしてましたしね、将来上手になるんですよね。今年は国内選手権で3位に入ったばかりではなくヨーロッパ選手権でも堂々3位という、オリンピック代表の座を射止めました17歳のフランスのジュベールです。得点を見てみましょう、はい、お監督からポンと叩かれました。 5.1 から 5.6 が出ましたね。返す台数もあのトリプルアクセルの降りた後の、くるりがなければもうちょっと良かったんでしょうが、セカンドマーク、チャオ、サシャ、クロエ、ナタリー、 5.5 が最高ですか。ちょっと抑えられましたが、1位をつけたジャッジが2人おりまして、現在ランクは第2位、カナダのジェフリー・バトルに続いて第2位という、なかなかこれは高評価ですね。そうですね、はい、中国の張民が出てきました。民ジャンさん、中国。この人もソルトレークオリンピックからこの世界選手権に回った一人なんですが、はい、なかなかあのジャンプも素晴らしいですし、そうですね、はい、あの予選は素晴らしかったですね、オリンピックはちょっと練習は良かったんですが、いざ本番という時ちょっと弱くて、なんとなくガラスの心臓みたいな感じだったんですけども、しかし、はい、クオリファイの A 組では非常に素晴らしい演技をしました。素晴らしかったですね。今日も頑張ってもらいたいですね、はい、映画ブレイブハートのサウンドトラックを使います。難しいジャンプ、これは決まりました。ピンステップからトリプルルッツです。良かったですね。スタスピンの足換えです、はい、音楽をうまく利用してポジション、腕のポジション使ってますね。ストレートラインステップシークエンスです。リンクを斜めに使っています。はい、良かったですね。フライングキャメルスピンです。1回転しなくてはいけないんです。はい、しましたね。
サーキュラーステップシークエンスでエンディング演技終わりました。中国の張敏、ジャンプコンビネーションの失敗がもったいなかったですね。そうでしたね、はい、第2点もすごく上がるようなスケートになってきたんで、はい、初めはジャンプだけっていう選手だったんですが、この頃プログラムもよく凝ってきましたし、滑りも綺麗になりましたしね。どちらかというと中国のスケーターはその演技エレメント自体、技術自体は高いんですが、はい、そうですね、この人は本当に雰囲気を持ったスケーターですね、はい、高いジャンプです。はい、トリプルアクセルですね。はい、トリプルアクセル、これは良かったですね、はい、これだと思うんです。はい、4回転トーループです。1、2、3、4、回転ですが、フリーレグ引くのがちょっと遅れちゃったんですよね。それで2回転トーループになりましたね。ファーストジャンプの着地の乱れっていうことはコンマ3部引かれてしまうんです。これはかなり大きいです ね、はい、そうですね、はい、最後のサーキュラーステップもちょっと勢いが落ちたかなというところはありましたが、非常に雰囲気を持った。そうですね、はい、相対的に上手になった選手ですよね。あ、なるほど、はい、だから今日の失敗はちょっと残念ですね、はい、予選のフリーはほとんど完璧に演技をこなしました、はい、張敏ですが、このショートプログラム、やはりそれだけ各そのスケーターにとってはプレッシャーのかかる競技なんですね。でも大切なんですよね。これで失敗してしまうとちょっと順番がどうしてもきつくなって下がってしまいますのでね、うん、はい、ここまで来るとジャンプの質も相当高いものを問われてますから、はい、彼は飛ぶと高いんですからね、もったいなかったですね。ファーストマークです。はい、要求されたエレメントにどれだけ応えるかという、はい、評価になりますが、樋口さんの解説にありましたように、コンマ3点引かれているわけですから、はい、やはり4点台が3人出ましたね。そうですね、4.8、4.9 の2人、最高が 5.1、 これはちょっと張敏にとっては大きな減点になってしまいました。セカンドマークも 4.8 が1人います。最高が 5.3、5.4、5.4 が2人。あ、ランクも下がらなくてもいいと思うんですけどね。これでランクは7番目になってしまいました。ね、ちょっと残念でしたね。はい、第4グループのショートプログラムの演技をご覧いただいていますが、6人滑るこの第4グループ。スイス。グループの締めくくりに登場しましたのはスイスです。この人もご覧のように16歳、フランスは17歳の若手を送り込んできましたが、スイスはランビエール16歳です。タンゴの曲を使っていますショートプログラム。性のあるスケーターですよね。あ、そうですか、はい、最初に2つジャンプエレメントを入れています。トリプルルッツ、ちょっと体勢が崩れました。ちょっとスパートしてしまいましたね、はい、0.2 の減点になると思います。ショートプログラムは減点法ですので、ちょっとしたミスも大きく響くことがあります。2つ目のエレメントです。ステップからのトリプルフリップでしたが、これもちょっと、はい、どうでしょうね、綺麗なトレースは引けませんでした ね、 ではなかったですね。リンクに大きく S 字を描くようなサーペンタインステップシークエンス、サーペンタインステップシークエンスです、はい。ダブルアクセルですね。これは問題ありませんでしたね。フライングキャメルスピンです。彼はスピン
上手だと思うんですが、よく回りますよね。はい、あ、ちょっとスムーズなフットワークではなかったように思いますが、はい、ちょっと緊張感がありますかね。はい、ではサーキュラー、ステップシークエンスやってますよね。はい、スピンの足換えなんですが、いろいろ形を変えて回転速度も速いんですが、最後はコンビネーションスピンになりますね。はい、スイスはビールマンスピンを生んだ、スピン王国ですから。そうですね、はい、なかなかユニークなスピンです。よく回りますよね。はい、スイスの若手16歳ステファン・ランビエル、今日はちょっと調子が悪かったみたいですね。ああ、ほとんどあのエレメンツは彼はあまり難しいものを入れてないので、失敗しないですがね、今日みたいなのは珍しいような気がしましたね。この得意のスピンも今一つ、はい、いつものようには回らなかったような気がするんですよ。ああ、フランスのジュビエルが、ヨーロッパ選手権でも活躍しましたが、ちょうどこの同じ年代 で、ね、若手のライバルですね。そうですね、はい、これはスローでご覧いただきましょう。最初のトリプルルッツから、これは問題なかった、ちょっと降りるとき下がったから、はい、それでまたトリプルトーなんですが、ここです、ね、はい、あ、ちょっと飛んでますか。はい、左の方へ移ってしまいましたね。ステップアウトと言いますが、はいはい、そうするとコンマ3、うん、あ、2分の減点になるんですよ。これはファーストジャンプ、あ、これもやっぱりしてますね。コネクティングステップからのトリプルフリップだったんですが、はい、これはもうあの単独で飛びますので、コンマ3分減点されてしまいますね。ということはトータルで 0.5 ですか。5は引かれてしまいますね。ちょっと痛いですね。痛いですね。はい、トリプルアクセルもありませんし、完璧なクリーンのノーミスのプログラムもしないと、この場合は点数が出ないんですよね。はい、ちょっと表情も冴えません。はい、さあ、どのくらいの評価が出ますか。フランスのジュビエルが非常に良かったですからね。そうですね、はい、ちょっとこの下に行くと悔しい思いがかなり募ってくるんじゃないかな。同じくらいの年代ですからね。そうですね、はい、あ、これはちょっと厳しいですね。4.1 から 4.8 ですか。5点台が一人も出ませんでした。リクワイアベルメント、ファーストマーク、やはりトリプルアクセルもありませんので、あ、失敗してしまうとちょっときついですね。セカンドマークは上がったといっても 5.4 がそれでもありますが、押しなべて4点台に抑えられてしまいました。はい、スイスの若手ランビエルの演技をご覧いただきました。ただいまより整氷のため休憩いたします。 We will now have a short break for resurfacing of the ice.第4グループ終わったところでの順位をご覧いただきましょう。カナダの、バトルがトップで、フランスの若手ジュベールが2位につけています。若手がかなり伸びていますが、そうですね、で、日本の竹内ですが、現在のところ21番目、依然として下に3人しかおりませんので、かなり厳しい順位になってまいりました。さて、この後はいよいよ最終組が登場いたしますが、そのトップを切ってリンクに上がるのは日本の本田武史です。本田武史さん、日本
最終グループ6人のウォームアップが終わりまして、いよいよこれから演技が始まります。大きな歓声がこの演技部に轟きました。日本の本田武史がまずリンクに登場しました。予選の A 組で3位、思わぬつまずきがありまして3位でこのショートプログラムに臨んでいます。曲はドンキホーテ。とにかく順位争いの鍵を握るのはこの2日目のショートプログラムですね。はい、頑張ってもらいたいですよね。最初のジャンプコンビネーションですね。降りました。降りました。よかったですね。4回転トーと3回転トーコンビネーションです。完璧に4回転3回転コンビネーション見事に決まりました。まずスタートのエレメンツです。よかったですよ。はい、とにかく樋口さんノーミスで滑ってもらいたいですね。はい、そうですね。この後はトリプルアクセル、3回転のアクセル、はい、これも降りた。はい、よかったですか。ランディングも素晴らしく安定しています。はい、そうですね。コンビネーションスピンですね。スタートの4回転さえ見事決まればもうあとはそれほど心配する点はありません。そうですね。ステップも一つ一つの動きに磨きをかけてきました本田武史。ストレートラインステップシーケンスです。良かったですね。流れもあってとってもいいと思います。ジャンプがもう一つあります。はい、コネクティングステップからトリプルルッツです。これも決めた。はい、ちょっと前傾になりましたが頑張りましたね。はい、良かったです。これが2つ目のスピンのエレメンツ。これはサーペンタインステップシークエンスです。細かくよく踏んでますよね。はい、スピードもあります。いいと思います。フットワークもよく動いてますね。はい、さあ会場から大きな手拍子が湧いています。のフライングスピンですね。はい、お見事本田武史。素晴らしかったですね。完璧でしたよ今日は。スタンドからもう雨のように花束が投げ込まれています。いやー、これほどのこの興奮久しぶりですね。はい、リピックの時も良かったですけども、本当に今日も良かったですね。はい、はい、素晴らしかったと思います。予選が終わった後、まあ、とにかく明日はオリンピックを再現したいと言ってましたが、はい、その通り本当に立派な出来でした ね。 ね、良かったと思います。プログラム構成もとってもいいですしね。はい、はい、ジャンプもとっても高い4回転3回転等のコンビネーション素晴らしかったと思いますよ。はい、左の手の拳を上に突き上げて、あ、今度は右手を握りました。これは相当感触があったんでしょう。よかった。出なかったよ。気もダメだったけど。すべて強化本部長も本当に喜びの表情を表していますが、ダグリーさんが嬉しいでしょう。そうですね。はい、彼が一生懸命教えてきた選手ですもんね。はい、さあ素晴らしいジャンプをもう一回スローモーションで、うん、2回3回4回ですね。素晴らしい高さでしたね。はい、昨日の予選のフリーではこの4回転の着地に失敗しました。綺麗な折り方でしたね。はい、今日は見事な出来でした。はい、トリプルアクセルですね。高さも十分にありました。はい、安定感のあるランディング、うん、このあたりはもう体全身で何かこう躍動感が出てますね。そうですね。はい、素
すごくあの音楽表現もよくできるようになって素晴らしい選手になりましたよね。うん、この表情です、とってもいい顔ですね、やったぞという素晴らしい演技の後の表情を見せました、本田武史。伊藤チームリーダーももう何か満足そうな顔をしていますが、これは日本の関係者も嬉しいでしょうね。はい、世界選手権の日本のメダリストということになりますと、木口さん25年前ですか。はい、そうですね。山田美奈さんですね。そうなんですね、そういう大きな期待がかかっている本田ですが、まあいろいろプレッシャーもあったこのショートプログラムだろうと思いますが、見事にパーフェクトな演技を見せました。素晴らしい点数ですね。はい、5.8 が2人、あとの7人は全員 5.7 を出しました。もうほぼショートプログラムの技術点ではもう最高の点と言ってもいいのではないかと思いますが、そうですね、一番最初に滑ってこの点ですからね。そうなんですね、素晴らしいですよね。はい、もちろんランプは文句なくトップに踊り出ましたが、5.6 から5.8、そうですね、まだ選手が残ってますのでね、上位の人もあの 5.9 とか 6.0 っていうのは使わなきゃいかないんですよ。でも素晴らしい点ですよね。そうですね、本当に拍手を送りたい、見事なショートプログラムの出来でした。本田武史26番、アレクサンドル・アブトさん。この後はロシアのアブト、アメリカのゲーブル、中国のリコー・リセイコー、アメリカのワイス、ロシアの大トリはヤグリンと続いています。はい、楽しみですね。何か本当にこう見るからに重量打線という最終組になりましたが、はい、25歳のアレクサンダー・アブトが出てまいりました。みんな失敗しないで滑ってもらいたいですね。そうですね、はい、しかしこのアウトもですね、世界選手権の舞台はそれほど数は多くないんですが、はい、これホンダにとってもかなり大きなライバルですから。そうですね、素敵な選手ですよね。そうですね、まあ、ロシアの伝統を組んだ極めてこうクラシカルなスケーターと言っていいでしょうか ね、 うね、はい、25歳ソルトレイクオリンピックでは5位。曲はアルメニアの音楽を集めています。綺麗ですね、4回転トーループ、3回転トーループ、コンビネーションですね。高いジャンプでした。高い、素晴らしい高さのトリプルアクセルですね。ここまでの構成はホンダの構成と同じです。コンビネーションからフライキャメルスピンですね。はい、サーキュラーステップシークエンスですね。4つ目のエレメントにサーキュラーステップシークエンスを入れてきました。よく滑るスケートですね。はい、スピンコンビネーションですね。キャメルからずっとアップライトとキャメルで、スプスピンに行きますね。ジャンプエレメントの3つ目のエレメントもホンダと同じトリプルルッツですね。はい、綺麗に決まりましたね。はい、キャメルキャメルスピンの足換えですね。はい、素晴らしいですね。よく回ってますね。回転も速いです。そして難しいことですね。彼のフットワーク、ストレートライン、
ステップシークエンスですね。ショートプログラムのエンディングに向かっていきます、はい、このユニークな素敵な動きですね。これも素晴らしかったですね。本田に続いてロシアのアルト、これも完璧な演技を見せました、はい、素晴らしかったですね。コーツつけがたいですね。コーツつけがたい、はい、これも本田に負けない数のたくさんの花束が投げ込まれています。すごいですね。ジャッジも迷うんじゃないでしょうかね。そうですね、ちょうどジャンプの構成も本田と同じ、はい、ね、全部同じですね、はい、スピンだけが、彼はキャメルキャメルの扱いですね。あ、なるほど、スピンではなくキャメルキャメル、それちょっと難しい、はいはい、スローモーションでもう一度ご覧いただきます。4回転3回転トーループコンビネーション、はい、そうでしたね、はい、あと彼これがトリプルアクセルですね。このアクセルも軸が、綺麗なことでしたね、はい、軸がしっかりしてました、はい、それから彼はストレートラインステップシーケンスはすごく細かくて、動きのシャープなの で、はい、でサーキュラーフットワークはゆっくりな動きで片足でっていうのが多かったですね、うん、なるほど、はい、だから2つ違うステップを踏んでる感じははっきり分かりましたよね、はい、ちょっと工夫してたんじゃないでしょうかね。コスチュームのイメージも非常にこう効果的なんですが、そうですね、やはりロシアのこう流れを組んでいるこう気候自然とした雰囲気を持った人ですから、そうですね、演技に乱れがないとそれだけ余計にこうアピールする点が多くなりますよ ね、 そうですね。さあ、本田と比べてどういう点が出るか、これはもう当人たちならずとも楽しみなところですが、あ、やはりちょっと技術点は5.8 が1人、2人ですか、ジャンプの折り方が素敵、なるほど、流れが良かったですよね、少しちょっと詰まったのがありましたよね、何回か、はい、セカンドマーク、非常に雰囲気のいい滑りをしました、まあ、これで上上がりましたね、そうですね、まあ、ホンダの上行きました、5人のジャッジがホンダの上をつけまして、アブトが現在トップ、ホンダは2位となっています。はい、5、6、5、8、採点ですね、はい、もうどっちも素晴らしかったんですけど、やっぱりジャンプの降り方がアブト選手の方がスムーズだったのと、あとステップ構成がやはり工夫されてるなとこっちで見てて思うんですよね、はい、これで予選のフリーも2位がアブトで3位がホンダでした。ショートプログラムでも現在はホンダが2位になってアブトが1位の点を狙いましたから、はい、さあこの後まだ続々と大物が登場してまいります。アメリカのゲーブル、サンサンスの教師曲死の舞踏を使います。4回転サルコーで3回転トーループコンビネーションでしたね。素晴らしい高さでしたよね。流れもあってよかったです。4回転をサルコーで飛びました、はい、そうですね、素晴らしかったですよ。4回転3回転のコンビネーション、この後はトリプルアクセルが入っています。はい、綺麗なランディングですね、はい、ゲーブルは立て続けに3つジャンプを並べています。トリプルフリップですね、綺麗な降り方でしたね。全く乱れがありません、はい、スピンコンビネーションです。速いですね、スッとキャメルからスッといって
ップライトポジションで回りますね。よく回ってますね。おっと、ちょっと乱れましたか。これはあのサーペンタンステップシークエンスですね、はい、大きく S 字を描くようなリンクいっぱいに使ったステップシークエンス、はい、ちょっと少し簡単かなって気はするんですが、流れはありますよね。はい、スットスピンの足換えですね。左右足を組み替えてのスットスピン、はい、トランステップシークエンスです。音楽をよく表現してますね。第2スピンですね。最後まで気迫をみなぎらせて演技を終わりました。素晴らしかったですね。彼のアメリカのゼーブルです。初めてのオリンピック、初めてのアメリカでのオリンピックに出場して3位銅メダル、メダリストになりました。ゼーブルの意味です。そうですね、彼はこのコンビネーションは4回転サルコーなんですよね、うん、そうですね、はい、サルコーの流れもとっても良かったですし、はい、トリプルアクセルも綺麗な形でしたし、C って言うと少しステップが簡単かなっていう感じを受けるんですよ、うん、でも流れはすごくあるんですよね、はい、他の選手よりもあるかなっていう感じも受けますので、どういう採点になるんでしょうね。楽しみですね、回転軸も非常に綺麗ですし、はい、まあ、綺麗なコンビネーション、これはトリプルアクセルですね。置いた姿勢も綺麗でしたよね、はい、すごく綺麗な、流れがとっても良かったし、スピンも速かったですね。それからね、どうでしょうね、ジャッジの方も、審判の方も大変だと思いますよ。そうですね、はい、これはトリプルフリップですね。あのトリプルルッツよりフリップの方がちょっとワンランク下がる、あ、なるほど、ですが、まあ、いわゆるジャンプの種類としては優しい方に属する、はい、そうなんですということですね。ステップはアブとホンダと比べてちょっと、はい、少しあの簡単なんですけど、やっぱり流れはでもあるんですよね、しかし最後まで気迫がもう本当にみなぎってましたからね、はいはい、オリンピックの時よりもずっと上手になりましたね。そうですか、はい、はいはい、素晴らしいと思いますね、スピンも上手でしたしね、はい、日本のホンダ、ロシアのアブと2人終わった後のゲーブルの、これも見事なショートプログラムでしたが、アブトが現在トップ、ホンダがその後に続いています。その後にカナダのバトルが来ていますが、これはちょっと差のある3位ということになると思います。そうですね、はい、どういう点数が出るんでしょうね、スタンドジャッジだったら困ってしまいますいや、おそらくジャッジの皆さんも悩んでいると思います、はい、採点の最速が出ています。5.8 が3人並びましたね。あ、これはかなり高い技術点ですね。点はそうですね、はい、5.5 はいますね。 5.8 が3人、さあセカンドマークが問題ですが、はい、どうなりますか。ちょっと下げることが低いですが、しかしこれでゲーブルが総合で上に行きましたね、はい、ホンダが2位から3位ということになりました。アブとゲーブル、ホンダという順位になりました。ゲーブルがホンダを抜いて2位に上に上がっています。さあ、これで最終グループの3人が終わりました。いよいよこの後ヤグリンが登場いたします。最終グループの4人目が登場しました。中国の李成功です。この人もジャンプには定評があります。カンフーをこのショートプログラムのリンク上でどういうふうに演じますか。
選手はコネクティングステップから4回転トーループですね。はい、素晴らしいですね。トリプルアクセル、トリプルとコンビネーションですね。うん、綺麗でしたね。降りてもう少し流れるともっと良かったんですけど、ラインキャメルスピンです。ストスピンの足換えですね。十分回りましたね。サーキュラーステップシーケンスをしてますね、はい、細かく音を使ってよくできてますよね、はい、ダブルアクセルです。ピンコンビネーションですね。最後はリンクを2つに割くようにちょうど中央をストレートラインにしてキープです。そうですね。音楽を使って細かく踏んでますね。はい。中国の李成功もノーミスで滑りました、ね、彼も素晴らしかったですね。いやこれは素晴らしいですね、はいはい、彼の場合は、はい4回転のコンビネーションでないのでダブルアクセルを飛ばなくちゃいけないんですよ。コンビネーショントリプルアクセルトリプルトーとそしてダブルジャンプが入るということで、評価的には一つ下がってしまうワンランク下がってしまうかなと思うんですよ、はいでも素晴らしかったですよね。そうですね。ウォームアップの時には4回転をかなり転んでましたので、はい、この本番のショートプログラムかなり厳しい点があるかと、ね、ちょっと心配されましたが素晴らしかったですね。見事に、はい、最初のジャンプで素晴らしい4回転を見せました。コネクティングステップから4回転を飛ぶっていうのもまたとっても難しいことなんですね。これですね、はい、コネクティングステップしてきて4回転素晴らしい高さでしたよね。これも素晴らしいチェックでした。これはトリプルアクセル、はい、コンビネーション、はい、トリプルアクセルトリプルとコンビネーションです、このランディングが少し流れなかったのが残念ですね。ちょっと前の方へつんのめった形になってしまいましたね、はい、減点の対象にはならないんですね。ではないんですよ、はい、これが最後のステップですね。そうですね。ストレートラインステップシークエンスでした、はい、いやこの顔です。ガッツポーズが出ました、はい。ウォームアップの時にちょっと調子が悪くてどうかと思われましたが完璧な演技を見せました。そうですね。これで最終グループ4人滑ったんですが全員ノーミスですね。大きなミスはないですね。ないですね。素晴らしいですね、はい、世界選手権でも、まあ、最終グループが6人ともに全員ノーミスで滑ったというのはおそらくそうたくさん数はないんじゃないかと思うんですがここまで4人は本当にノーミス。特に最初の3人が素晴らしかったですから。そうですね、日本のホンダ、ロシアのアブとアメリカのゲーブルノーミスで滑りました、はい、この3人が現在トップで3人並んでいます。ただやはりホンダの場合は予選の3位という点がちょっと重く響いてましてアブトについてこのショートプログラムそのものの演技ではホンダが2位なんですが現在通算ではトータルではゲーブルが上に行って第2位につけていますから、このあたりのちょっとしたこのポイント加算されているところが微妙に影響してますね。そうですね、はい、さあ李成功の得点です。5-5やはり樋口さん指摘されたように
そうなんです。ダブルアクセルが入ってますので、多少スローが抑えられてますね。5.3 から5.7 まで。やはりダブルアクセルだと一つ簡単なジャンプになってしまいますね。会場からという驚きの声が出ていますが、5.4 が2人おります。これでランクとしては本場の下に入りまして、中国の李成功は現在4位というランクになっています。残っているのはアメリカのマイス、そして、いわゆる大取りに出てまいりますロシアのヤグリン。使う曲はマラゲーニアです。世界選手権昨年は出ませんでしたが、その前2年間3位という成績があります。ソルトレイクオリンピックでも7位。そうですね、オリンピックもフリーは良かったんですよ。そうですね、ショートプログラムでちょっとつまずきまして7位になりましたが、この人は非常にこの大会は安定した演技を見せてますから。そうですね、頑張ってほしいですね。アイスの4回転を入れたコンビネーションジャンプが最初に出ます、これも降りました。4回転トーループ3回転トーループジャンプコンビネーションですね。良かったですね。高さも十分ありましたしね。ホンダアブトと同じように4回転3回転のコンビネーションの後トリプルアクセルを入れています。勢いがありましたね、チェンジストスピンですね。足換えのチェンジストスピンですね、彼はとってもあの男性的な動きでまた違った魅力がありますよ ね。確かに骨太の演技ですね、サーキュラーステップシーケンスです、綺麗なランディングですね。トリプルルッツですか、バランスラインのジャンプスピンですね。ストレートラインステップシーケンスいきますね。最後のスピンコンビネーションです。キャメルからスピード使いをしてアップライトですね。いやー、素晴らしいですね。素晴らしかったですね。これほどノーミステークの演技が続くもんでしょうか。珍しいですよね、本当に。5人目のこの最終戦のワイス、この人もノーミスで滑りました。素晴らしかったですよ ね。僕は好きですけど、どうでしょうね。ジャッジの人も困ってしまうじゃないですか そうですね。みんな同じようなエレメントですもんね。4回転、そうですね、3回転コンビネーションで、トリプルルッツですよね。ルッツが入ってますからね。彼はとっても綺麗な降り方しましたよね、それにスピンも非常に力強さがありましたし、この人 の何か筋力の強さというのが演技にも出てましたね、さあスローモーションです。4回転4回転3回転ですね、綺麗に決まってますね。トリプルアクセルですね。ここも全く乱れがありません。綺麗なことでしたよね。トリプルルッツ、綺麗な乗り方です、これも本当にブレードにしっかり乗ってますね、見事なランディングです、
強いて言えば4回転の折り方がちょっと、もしかするとちょっと触れてるかもしれないような気もしますけど、そうですか。でもあんだけ言ってるんですから、まず大丈夫ですよね、はい、素晴らしかったですよね。相対的にこう魅力もあったですしね、はい、そうですよね、確かに姫さんのおっしゃったように男性的な魅力がふんだんに出てましたね、はいはい、まあ、どれをとってもどの人の演技をとっても本当にコーツつけがたい見事な最終組のこの演技ですが、はい、現在アブとゲーブル、ホンダと、総合順位では並んでいます。このショートプログラムの演技だけ見ますと、アブトがトップでホンダが2位、ゲーブルが3位という評価なんですが、その後に李成功が続いています、はい、どこに入れればいいですか、どこに入れましょうか、まあ、そんな、そのくらいの言葉が出てもおかしくないような、まあ、5.8 が1人ですね、 5.4 から 5.8、 5.6 5.4、 これは前の3人に比べるとちょっと低いですね、5.6 5.6 5.6、 リクワイアードエレメントの点がちょっと低い点になってしまいました、はい、もしかすると両足折りと見たかもしれない、なるほど、はい、しかしこれ 5.9 が1人出まして、1位をつけたジャッジもありますが、これで総合ではワイスが4位になりまして、ホンダは3位に残っています。このショートプログラムだけの演技を見ますと、アブとホンダ、ゲーブル、ワイスということになりまして、ホンダは現在総合では第3位というところに残っています。いや、これ最終組のメダル争いで3位に残るか、あるいは4位5位まで行ってしまうのか、これは大きな点の絡みがありますからね。30番、さあ、いよいよ30人目の滑走者、最終グループの大トリを務めるという感じで出てまいりました、ロシアのアレクセイ・ヤグリン。昨日22歳の誕生日を迎えたばかり、シャンペンでお祝いをしました。昨日のクオリファイの演技も本当に見事でした。もうすっかりオリンピックでもおなじみになりましたウィンターという曲を使います。もう本当に心に食いばかりの演出です。そうですね、コンビネーションですね、素晴らしい高さでしたね、全く乱れがありません、はい、これも高いアクセルです。素晴らしいランディングですね、よく流れますしね、素晴らしいトリプルアクセルです。フライングスピンですね、素晴らしいですね、はい、はい、このクリーンステップからのルッツですね、ちょっと体勢がちょっと傾いたような気がしましたが、はい、さあこのステップです、素晴らしいですね、スタンドを全員このリンクに引きつけています。
ンドが全員総立ち、スタンディングオベーションになりました。ロシアのヤグディン貫禄十分、見事な演技を見せました。まさに演技と言っていい。そうですね、放送席にもお人形が飛び込んできましてびっくりしましたが、いやーそれにしても本当にこう息の詰まるような見事な演技を見せてくれました。そうですね、はい、もうため息しか出ないですね。出ませんね。いやご覧のようにスタンド総立ちです。一番簡単なトリプルルッツがちょっと意外になって感じはあったんですが、うん、やっぱり強いですね。そうですね、倒れもせず、まあ、そんなの忘れさせるようなプログラムですもんね、はい。まあ、技術もさることながらこの表現力ですね、はい、もうあの氷の上の芸術家ですよね、はい、はい、まさに舞台を演じているような見事な演技を見せてくれましたアレクセイ・ヤグディン。6.0 じゃ足りない感じしますね。ないですね。オリンピックでは芸術点は 何人で4人、6.0 が出たんですか。はい、はい、そうですね、まあ、フリーの演技の本当にその締めくくりが楽しみなんですが、はい、まあ、それにしても本当に見事な演技でした。さあスローモーションでもう一度ご覧いただきましょう。4回転トーループですね。4回転、はい、3回転、はい、綺麗な折り方ですね、うん、高さが十分ありましたよね、このトリプルアクセルです、はい、1回2回3回転半、もう完全です。完璧ですね。完璧ですね、はい、これが少し、はい、ちょっと体が感じましたんですが、はい、しっかり起きましたね、これでもう完全にガッツポーズを取って見事に観客にアピールしました、はい、この人の大きな武器の一つ、素晴らしいステップ、さあストレートラインステップシークエンスですね。はい、そうですね、はい、それであの何て言うんですか、音をもう体中で表現しているっていうところが素晴らしいですね、はい、最後にこの雪を投げてウィンター、これがもう完全に全世界のファンを魅了してしまいましたね、はい、さあ得点が出ます。まあ、おそらくトップに出るのは間違いないでしょう、はいはい、はい、まずウクライナで6.0 が出ました、技術点で 6.0、はい、これはちょっと初めてじゃないでしょうかね。そうですね、それは見事です。でももうあの 5.9 とか、やっぱり 5.8 ぐらい出してる人にはもうこれ以上出せないと、いや本当にそうですね、これはちょっと衝撃的な得点です。そして 6.0 がいくつですか。1、2、3、4、5人、はい、いやーパーフェクト、はい、見事な演技を見せましたヤグディン、これで堂々ともう破格のトップで最後のファイナル、はい、フリーの演技を迎えることになりました。素晴らしかったですね、はいはい、残り時間も放送残り時間も少なくなってきました、はい、さあこれで本当にフリーが楽しみになりましたが、まあ、その順位争いよりも今日はこのヤグディンの演技を見ただけでも、はい、もう本当にありがとうと言いたいですね。今日はお楽しみいただけましたでしょうか。日本スケート連盟強化コーチの樋口豊さんの解説で男子の本当に素晴らしいショートプラグラムをご覧いただきました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺でお別れいたします。